はい。じゃあ、テクニカルで読み解いていく45周目になってきます。で、45周目はね、月も変わりましたので、まず月足から見ていきたいんですけども、月足に関しましては、ここがね、ダブルトップになっておるわけですが、このダブルトップを抜けましたね、一応ね。上の方に行きました。ただ、ヒゲ先がまだありまして、勢力圏内ですんで、もしかしたらここで抑えられるかもしれないということと、あとはさすがに130、153円ですか ?153 円からは、 あの介入も警戒しなくてはいけませんよね、えーまあ、ですんで基本的には上に抜けていく形にはなってますなってますけども、うん、やっぱりこう一方的にこれからもねずっと上昇していくんだろうなっていうふうには思えないわけですよ特に上昇の速度です、うん、今よりも緩やかならいいんですけどもものすごく強い勢いで45周目倍の方向に向かって152円と153円にいっちゃうとこれは介入の恐れがありますね でも、じわじわーっと、150円回復、151円になるぐらいで1週間が終わるようでしたら、特に介入はありませんので、しっかりと、追撃をどんどんね、重ねていって、大きな利益が取れていく、そんな1週間になると思います。えー、基本的にはね、1週間倍の方向に進むと思いますよ。で、月足っていう観点から見ても、今月は、こちらのね、今陰線がちょっと出ちゃってますけども、この陰線が、 なるべく短い形で終わっていくんじゃないですか。もしくは、陽線にね、振り返るかもしれないですよね。まあ、この陰線が、形成中の陰線が陽線になっちゃうと、介入のリスクが高まるっていうふうに判断してもいいですけどね。はい、次は周足を見ていきます。周、はい、足を見ていくと、まあ、同じようにね、このダブルトップができていて、ダブルトップをもう抜けるような感じなんですよ、もうこれはね。しかし、髭先がまだね、ここで睨みを利かしてますので、 うん、なかなか、はい、素直に、はい、ポンと抜けるってことにはならないですねまあでもこの上昇トレンドはあとりあえず終わらないんじゃないですか止まらずに上に抜け,抜けていくんじゃないですかだから11月はあのー、月が終わった時にね153円とか154円になってるっていうふうに見れますねもしくはそこに至るまでに介入が入っちゃうからですよテクニカル的に下落の方向に向かうってことはあんまり考えられないですね で、次は足なんですけども、この辺りが来るともうね、あの、一週間の展望の間では話せないんですけども、うん、ただ、なんとなく、えー、ここでもね、見るとすると、ここから上昇に向かうっていうのは、わかりますよね。この移動平均線をまたいでいくと、もうこれ下落に入っちゃいますから、下落トレンド入っちゃいますんで、そうなると大きく方針を転換しなくちゃいけませんけども、とりあえず、えっ、ー、と、上昇に向かうという、月足、週足の前提で行くならば、ここら辺で跳ね返って、月曜日ないし、火曜日あたりから、 倍、えー、の方向に進んんででいいくんじゃないですかここまでは見やすいねはい次は4時間ですもう完全にこれテクニカルの領域ですけどもここで理解していただきたいのはこのテクニカルのこの動きがねなんでこの極端なこの動きが起きたのかってことが解説できますかってことなんですよでそれまでの動きと明らかに違うでしょそれまではここみたいな感じですよじわじわーっと値段ってのが変わっていった で山を作るにしてもこのぐらいの大きさだったんですよでも今回はでかいでしょ山がで一気に上がっていって二段階に分けて下がっていったこれは何でかっていうとこれは米国雇用調整の材料金曜日の夜のものですよねここは利確です一体何の利確？この上昇の利確ですよこの上昇の利確っていうのは日銀の総裁が金利を上げていくよって一瞬言ったんだけどもいやいや 実はそれしないんですよって言ったことによって上下グイッと戻ってきたっていうところその後で日銀が介入はねしてなかったんですよ10月はっていうことによってあそうなの介入の警戒感解けたよねってことで買いがダーッと入ったんですでそれをここで利確していって利確が落ち着いたんだけどもまあここで適正価格になったんだけども今度はアメリカの事情でねどんと落ちていったってことになりますこういうふうにね自己解説ができるようになると あのなんでそうなったのかどうすればよかったのかってことが分かるんですよだから今後のトレードにものすごくね役立つってことになります最後に1時間を見ていきましょう、はい、先ほどお話したのをもうちょっと細かく言うとということになります繰り返し繰り返しこれはね1週間お話ししてきたことなんですけどもまずは日銀の発表がありました1%上限をちょっとね超えてもしょうがないよねってことを言い出したんで じゃあ円高かっていうふうに市場は触れたんですけどもその次の日上田総裁が、まあ、あれは限定的でね基本的には金融緩和これからもねあの安倍路線でやっていくよってことだったんでやっぱり円安の方向に向かい始めたってことなんですよガクガクっとねでこの辺りで落ち着いたかなと思ったらこの辺りでね落ち着いたかなと思ったら今度は神田財務官が10月は介入しませんでしたっていうもんだから市場の方はね え介入150円とかでしないのだったら買っとくよみたいな感じでこう登っていたと。で、その含み益を決済する人がドーンと出てきてこの辺りまで来ましたっていうのが金曜日ですよね。で、金曜日の夜にアメリカの事情で材料ドガーンと落ちたってことになります。こういうふうに自己解説できるようにならなければ未来予測はできませんからぜひ身につけてくださいね。はい。わからない方はいつもの通り私の方にメッセージください。 えー、迷路会計じゃないですけどね、解決が一番早いです。はい。ということでね、テクニカル的に45週目を見させてもらいました。えー、倍で行けばいいんじゃないですか。えー、もちろん、またね、月曜日に修正があるかもしれませんので、えー、今の時点ではこういうふうに考えているよってことになります。まあでも、大体ね、外れないでしょ。今149円の321あたりですけども、これがだから45週目が終わった時には151円とか2円になってるということですよね。 はい。それでは週刊取引の方も、リスクをね、しっかりと取れる分だけ取ってくださいね。